試合だったというか強度が高くて技術も発揮できたかなと思うんですけど、まあ悔しさもあり振り返ってみていかがでしたか。そうですね、前半が自分たちのペースでサッカーすることができなくて、後半になってサンフレッチェらしいその自分たちのペースでサッカーすることができて、セットプレーから惜しい場面もあったんですけど決め切ることができなくて、それが悔しいです。なかなりアカデミーが強度高くしてビルドアップとか潰されたりとかあったかなと思うんですけども、すごいやりづらさとかそのあたりいかがでしたか。中国でこういう相手と前から来る相手と試合することがなかったんで、正直苦しかったところもありました。ただご自身のプレー振り返ってみると、かなり際で守れたりとかビルドアップを落ち着けてボールを縦にも刺したりとかできたかなと思うんですけど、そのあたりはいかがでしたか、ご自身の評価というと。結構後ろでボール回す回数が多いとき、前に刺してそこからスピードアップっていうチャレンジしてその展開していくっていうのをこだわってきました。まあ、去年サンクレは結構いい成績を夏と冬も、まあ、悔しかったですけど残せて、そういうところ去年を超えたいという思いもあるかなと思うんですけど、その後いかがですか。今回自分たちの代で優勝したいという気持ちがすごく強くあります。まずは去年のセンターバックで林選手がかなりチームを引っ張ってきて、そこ同じポジションでやっぱ彼の背中を見て育った部分もあるかなと思うんですけど、そこの思いとかっていかがですか。練習とかで何回も、一緒にセンターバックを組ませてもらってすごく教えてもらった部分もあるんで、今回それを生かして、もっと上に行けるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。期待します。ありがとうございました。ありがとうございました。